さんこんにちは。本日お送りするのはプレシーズンマッチジェフ対セレッソ。この放送は解説に津波聡さん、実況は私清水大輔でお伝えしてまいります。津波さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始です。津波さん、かなり蒸し暑い状況下でのゲームですが。そうですね、ペース配分が難しいゲームになりそうですね。はい、前半戦キックオフ、エンドを紹介しましょう。右にエンドを取りますのはジェフ、そして左にエンドを取りますセレッソ。広山、一旦後ろへ返す。茶野、前に送って、大事に行きたい。必死のディフェンス、ここで奪いました。清水、縦へ、西澤。津波さん、両チームのここまでの動きはいかがですか。攻守の切り替えが早い、いい試合が予想されますね。なるほど。さあ、ボールは広山、武藤、前方へ、田坂、そして野純雄、縦へ、阿部。開始から1分、工藤、縦へ。依然として両チーム無得点。大事に行きたい。しっかりマーク、コースを塞ぐ。チェックに行く、積極的に奪いに行った。流します、ベンソン。そこから広山、縦にボールが出ました。野純雄、工藤、スペースを探す。オープンスペースを使ってきた。先制のチャンス。山口、落ち着いた守備を見せます。どうだ、こぼした、強烈。落ち着いてますね。2分を過ぎました。西谷、シュート。ジェフボールになります。酒井、得点は0対0。前方へ、一度後方に下げる。繋いでベンソン、中西。ここから組み立てていく。キーパーと1対1。下川、いい飛び出しを見せます。ここで3分、出すところがない。西谷、積極的に奪いに行った。中を見ている。さあ、折り返してくる。これはキーパー、ヘッド、ベンソン、マロン。激しく当たる。ホイッスルはありません。大事に行きたい。田坂、そして山口、縦へ、阿部。得点は0対0。打った、危ない、危ないところでした。
清水。前方へ。残り1分を切っています。ゆっくりと行く田坂、そこから西澤、森島、ベンソン、縦へ、バロン、反対サイドに振りました。さあいいボールが出た。いいディフェンスを見せました。ユンジョンファン、西谷、つないで、西澤、どうだ、取れない。さあコーナーキック、この最初のセットプレーは何としても集中力を高めなければなりません。さあどうだ、シュート、またセットプレー、セッターとすぐチェックに行かないと危ないですよ。ふわっと上げた、これはキーパー。ロスタイムに入っています。両チームまだゴールネットを揺らしていません。強烈、ゴールラインを割りました。ゴールキックに変わります。あっとここでホイッスル。前半戦終了です。ハーフタイムに入ります。